皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は進撃の巨人2のファミ通紹介をしていきたいと思います。ストーリーモードクリア後に新しい要素がオープンします。ストーリーモードのクリア後に超強力な巨人緊急討伐対象が解禁されます。また戦闘中に発動する特殊任務を達成することで、トーマスやミーナといった原作で戦死してしまう仲間の死亡が回避可能になります。運命を変えた仲間は日常パートに登場するようになります。すごい得点ですね。担当ライターの調査報告書によると、本作でもリヴァイ兵長の働き姿が拝めるとは。これはやばい。過去リヴァイ5本。今回の情報でシステムは周りが一気に判明しましたが、気になる要素がてんこ盛りです。まず時間帯や天候の変化。夜は巨人の活動が低下するという原作の設定通り、巨人の動きが鈍くなるのでしょうか。雪や雨だと視界が悪かったり、地上の移動速度に影響が出るのかなど、いろいろ想像できて楽しいです。そして前作から大幅にパワーアップしたって申請した日常パートについて、会話イベントはどれも原作キックキャラクターの個性が強くなっているようで大期待大です。他にも拠点や兵団運営といった要素はプレイヤーの好みが色濃く出そうで面白そうです。そしてなんといってもストーリーモードのクリア後の要素にワクワクしてしまいます。原作では早めに悲惨な目に遭う仲間たちが、ただ新キャラクターとして操作できるだけでなく、運命を変えて生き延びられることになるのは嬉しいところです。この世界は残酷なんだ。でも本作だと誰も死なない優しい世界の現実も可能です。結構可愛いのにえぐい最後を遂げたミーナやペドラも最後まで愛用できる。素晴らしいです。まあ原作では死んでしまうキャラクターも本作では仲間になってしまうとなるというのがまたすごいところですね。日常パートではどのような楽しい結末が楽しいイベントがあるのかがワクワクします。というわけで今回はこの辺で進撃の巨人2のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。